はいどうも、ヴァンパイアローズのローズ伯爵です。シンクエットのレスしおりです。しおりです。今日どうしたの？そうだ、これはね、あのエッチさんのね、頭部をねもらったんで、ちょっと乾かしてる。今乾かしてる、はい、乾かしてる、今乾かしてる。というのもね、今日ね、5月25日、今渋谷レックスでちょっとライブをやってきました。はい。でね、まあ、来月の6月17日、はい、池袋サイバーで、ヴァンパイアローズ VS シンクエットツーマンライブを決定しております。イエイイエイ、拍手。はい、タイトルがなんだっけ。お面も長くてね、バラシンク狂乱吸血天一族降臨わーみたいなやつ。こってりですか、あっさりですか。もちろん我らはこってりでです。というのも、なんだ、俺たち天下一品が好きなので。そうです、天下一品が好きなんですよ、うん、そうそうそう、好きなメンツが揃ったイベント、うん、イベント、うん、まあ、特にヴァンパイアローズの、メンバーはみんな天一族なので。シンクエットはどう？俺しかいないです。俺しかいないの、はい、でみんな言ってるでしょ。いやでもあいつらは、うん、なんていうの、ごぼう野郎ばっかだからな。ごぼう野郎どういうこと？いや、 やっぱ天一食うのって覚悟いるじゃないですか。おうおう、次の日のことを考えたりとか、う、うん、次の日を考えないようなタフな人間じゃない、うん、無理ですよ。ごぼう野郎じゃ食えないです。あ、なるほど。次の日むしろ俺は営業前に食うけど全然余裕で食う。もちろん凝ってるよ。もちろん。じゃあちょっと俺たち2人じゃグラグラしてきたんで、はい、じゃあちょっと千原の一族を呼び込もうかね。呼び込みましょうか。はい、一族かも降臨、一族降臨。遅い降臨、遅い降臨。あ、めっちゃカメラ映ってるから。込まれる感じですよ。じゃあ自己紹介お願いします。じゃあまずはルビオです。ギターのルビオね。ギターのルビオです。ある意味今日主役で。そうだね、今日主役。ああ、そうだ、誕生日ですよ。ああ、そっか。ああ、はい、そうだ、俺というのも、そう、どういうのも、おい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 、前忘れたの。今日の意味が分かんない。6月17日は、うちのルビオの、誕生日生誕イベントになってます。個人的にね。個人的にね。正確には昨日ですね。そうだね。6月17日。その日はちょっと抑えられなくてね。そう申し訳ないですね。そう、6月16日が生誕なんですけど、6月17日、はい、明けて、うん、次の日ルビオの誕生日。はい、プレゼント何がいいですか？何がいいですか？すげえ笑顔。何がいいですか？何でも。今のうちに狙っといた方がいいんじゃないですか？今のうちに狙っといた。いやらしいかもしれないけど、その考えさせないっていうのが優しさですからね。これ配信した後、まあ、Twitter とかで言ってもいいし。何がいいだろうね。何がいいの？悩み出した。悩み出した。とりあえずじゃあ天一買ってきてもらえるんだ。そうだね。でも天一あれですよ、テイクアウトじゃないですけど、あのホームページに通販があるんですよ。おう、ある。天一のあれを食ったことないんで、あれが食いたいです。え、味が違うの？わかんないですけど、あの袋ラーメン的なのがあって、はい、あれが食いたい。じゃあそれ。え、じゃあ予言さんにそれを捧げなさい。お願いします。捧げなさい。捧げなさい。捧げなさい。では次。自己紹介。セツナだ。セツナだ。ベースのセツナだ。ベースのセツナ。今どっちだ？オンかオフかどっちだ？オンオフオンオフ。どっちだ？切り替え。今オオンオフオン。セツナだ。オフ。下ネタ担当のセツナだ。よし。じゃあ行きましょう。まあ、この中で一番天使好きなのおせつかな。京都まで行っちゃったからね。おお、本店は行っちゃっていけなかったんですよ。行け、ね、京都の人は。あ、京都からも来てくれる人がいいのかな。いるのかな。そんな物好きいないんじゃない。確かに
あ、そう、俺とシオリンでね、なんか天一の一族で共演したいけど、パート一緒だからできないからね。そう、できないんですよ。そうだ、た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 だ今回の今回の天一族のやつは、あの、うん、まあ、みんな終演後に、終演後というか、ツーマンの後に天一の一族降臨っていうやつがあるんですよ。そう、ある。聞いてないですか。セッション、セッション。聞いてない。いや、もうそれはもう詳細、詳細。フライヤーに書いてある。でも、あれ、どっちが聞くのか分かんなくね。いや、そこは、まあ、そこはね、そこはちょっとね、まあ、これから追いつく。これからちょっと、あ、じゃあ、あの、落ちで説明する。右手担当と左手担当。じゃあ、こうやってやるんです。だね。じゃあ、そうだね。どうなんですか。ドラムでーす。ドラムでーす。ドラムコースケ。これね、唯一ね、さっき俺全員天一族だって言ったけど、はい、そんな天一族はしない。天一よりもっと他に好きなラーメン屋があります。何ですか？家系ラーメンが最近熱いですね。ああ、なるほど。そう、俺も好きだよ。あと割と地元の方にあるニンニク屋ってラーメン屋が、ニンニク屋、ぜひニンニク屋行こうツアーだったら全然僕運転するんでみんなで行きましょう。ああ、わかった。じゃあライブの後ニンニク屋に池袋店か行って池袋店ではなく、うん、そうだね、ああ池袋店、そうだ、何しろってんのあります。あ、マーサちゃん見えないかな。じゃあ次マーサちゃん、マーサどうぞ。あ、そっち行く。ここですよ。どうしようか。喋らないキャラです。喋らないキャラ。喋らないキャラ。あ、じゃあ、あのマナ様的なあれをやったらどうですか。マサだよって。それともセツナさんに、セツナさんが翻訳したの。すげえ、すげえ面白いみたいな。濡れてるよ。よし。いい、全然。マーサの天一大好き。はい。でも博多トンボ。喋っちゃう。喋っちゃう。細め好きです。細め。あ、でもね、細め選べる店舗もある。天一は普通麺、こってり普通麺、デフォルトで。なるほどね。食い気味にこってり。ニンニクぶち込んでね。ニンニク焼き。ニンニク焼きうまいですね。でラーメンだれ、2、3種するか、そうね。俺ラーメンだれはご飯を投入したって言うんです。あ、そうなの。僕はあれでちょっと味調整する。ご飯と、ご飯が好きなの、麺よりもご飯です。なるほど。はい、じゃあそんな、じゃあ終わり。終わりなのか。あ、でもあれ最後のあの大して告知してないけど大丈夫。天一の一族のあれも、天一の一族、あれあったじゃん、最後天一の一族、あの曲をやる、うん、あ、なんかちょっとそれ詩を説明して、詩織がどうしてもそれやりたいって言いました。いや、あの曲をやるんですよね。あの曲、そうですね、バンドだと難しいから、ね、そう、あのね、世界に一つだけのバラっていう曲をやるんです、うん、今みんなびっくりしてる。みんなびっくりしてる。さっき決まったばかり。そう、世界に一つだけの、うん、バラ、バラ言うたの入ったから、うん、これだったらね、うん、全員歌えるから、これだと全員歌える、全員参加して、全員参加できる、持ってないぞ。曲はね、曲は修理だけど、はい、大丈夫です。だから世界に一つだけのマウンスマップとかいいんですよ。を練習しておきましょう。はい、はい、ベッチもね、ベッチも来るでしょ、多分当日暇だから来るんじゃないですか。暇だから暇だから来るよね、うんうん、はい、そんな感じで大丈夫です。尺は他に告知しておくこととかない。あ、その日がいいですか。あの、うん、うちらの新宿レニーワンマンの地球初なんで、はい、レニー、はい、ということなので、新宿レニー、はい、ウエスターおかげさまで、うん、満員御礼ということで、次、はい、レニー発表したんで、その日に、はい、あの発売なんですよ、手売りチケットが。おお、絡んできたね。はい、それをちょっとぜひご購入していただきたいのと、その日ヴァンパイアローズから、ヴァンパイアローズから重大発表があるとかないあるのか、ないのか何もない、何もない。まあそんな感じかな。そんな感じで、うん、じゃあシンクの人にヴァンパイアローズをしてもらって、ヴァンパイアローズに
お客さんにチェックしてもらって、そう、僕弾いてたの、この人の下で、うん、そう、そこ説明しといた方がいい。そう、昔、多分最近の子たちは知らない、そう、最近のメサイヤたちは知らないかもしれない、知らないかもしれない。僕はこの人の元でそうベースを弾いてたんですよ、ね、はい、弾いてたんで、よろしく、東京キネマクラブとかやってよ、そうそうそう、一族だから、てか PV 出てるし、そう、PV 出てますよ、吸血審判、吸血審判見てんの、あ、これ、あ、木山さんに言ってるんですよ、ここに出したの、ここに吸血審判、今流れてる映像が、ほら、出てる、出てる、しおり、その時これ着てるから、あー、確かに、で、ベースがしおりから、そう、セペンタリーになる、切なセダンみたいな、そうです、そう、はい、はい、じゃそんな感じだから、俺たちあれだから、ね、一族だからね、負けねえぞ、負けねえぞ、持ってるわけないぞ、持ってるわけねえぞ、傘だけ、傘だけ、傘だけ、うわ、フォロー出てる、マーサーの力強い、じゃあそんな感じで、はい、はい、最後のオチは、オチは何でしたっけ、オチはあれ、あれ、あれなんかて、こってりですか、あっさりですか、そうなんだよ、聞いて、カメラマン聞いて、はい、聞いて、こってりですか、あっさりですか、もっと声張る、聞こえないぞ、こってりですか、あっさりですか、こってりでーでー6月17日でー、サイバー